ジャパニミスター。はい、じゃあ撮ります、撮りますよ。いいね、横切ってる横切られちゃってもう前目の前、全然目の前をいいんだよ、ね、別に通り過ぎられる公共の場です。公共の場です。公共の場。そうそうそう。インザパブリックで撮ってるから、撮ってるから仕方ない。してる、そんなマジグダですよ。マジグダですよ、うん。今回も始まりましたけどね。はい、今回ちょっとね、何を、あのメールをご紹介しよう。今回は。そうするんだけど、今回さするんだけどさ。うん、あれですね、迷惑メールが来てるの。そう、迷惑メールいよいよ、そう、うん、迷惑メールに振り分けたメールをこれ、いや、しかも俺がやったんじゃなくて勝手に迷惑メール、このマックがメールによって迷惑メールと判断されました。じゃあ勝手にも振り分けられてる、これ仕分けられたの、仕分けられたメールもうね、ちょっと今回紹介しようか、うん、しましょう。そう、あのタイトルがさ、タイトルがこれ、そう、タイトルがスリンキーおじさんっていうタイトルでメールを送って来てくれた、来てくれた松本浩平くんです。どうぞ。松本くん久しぶりじゃない。松本くん、いや、久しぶりのマジグダですね。どういうつもりだよ。いや、いや、僕相当前、相当前に送りましたよ。残業を聞くよ。まあ1ヶ月ぐらい前の、よく取り上げてくれましたね。忘れかけてた。久しぶりですね。で、はい、なんなのお前これは。ちょっとスリンキーおじさんいいっすね。いいっすね。やべえやつ来た。いいっすね。やべえやつ。いや、一応なんか話したい、話したいとか言ってさ。まあ、僕ね、何なの、何なの、何、いや、これ電車で会ったおじさんの話なんですけど、僕はあの中目黒から、うん、あの東横線、おしゃれぶり上がってよ、ね、東横線で中目黒から日比谷線に乗り換えるとき、日比谷線、日比谷線はそんなおしゃれじゃない、そう、乗り換えるときにね、よくわかんない、あの、まあ、中目から乗って、うん、そしたら、うん、こう中目にちょうど一緒にこう乗ってきた女性、うん、すごい綺麗だったの、うん、うわ綺麗な人だなと思って、うんうん、やっぱなんか、まあ、中目っぽい人ですよ。中目っぽい人、中目美人、中目っぽい人、俺みたいな戸塚、ね、にはいないような中目美人、戸塚にはいねえな、そうそうそう、中目美人が乗ってきて、わ、綺麗な人だなと思って、うん、で、ちょうどさ、あのドアの、うん、ドアを挟んで、うん、こう、向かいに、立ってたわけ、うん、2人して、うん、で、僕はまあ、なんか携帯いじってたかなんかしてて、うん、したら、疲労に止まった時に、お奇妙なおじさんが乗ってきてあのスリンキーって分かります？あのカラフルなスプリング、はいはい、あのさビヨーンシュ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 ンって動くやつ、あれを一瞬で絡まって壊れるやつ、そうそうそうプラスチックからやってきて、うんうんうん、あれをってやりながらそのスリンキーをスリンキーをベシ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 自分のこの肘にこうバウンドさせながらペーペーペーって、うん、おじさんが乗ってきて、うん、大丈夫、シャ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 って雰囲気をね、うんって言いながら、うわってきて、あの女性お姉さんにもう一直線だったわけ。だってお姉さん、これダメだ、お姉さんに一直線で、うわ来て、うわやばいと思って、まだいける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 、来て、お姉さんわって気づいて、で俺も気づいたの、とっさに、だからあでこうなんか譲ってあげたのよ。俺ちょっと角にいたから先頭車両 の、 あの角っこに俺いて、でお姉さんが、うん、まあ、ドアを挟んで迎えにいた、うん、だからあのちょっとおじさんが一直線にお姉さんに来たもんだから、ごめんちょっと待って、今俺すごいうんうんって聞いてる感じだったじゃん。意外とぼんやり聞いてて位置関係、位置関係今すごいさ、じゃあ整理しちゃったじゃん、ね、うん、で、ドアを挟んでいたって言ったら、俺もお姉さんが完全に電車の外にごめんなさい、俺最初そう思った、一緒に乗ってきた一緒に乗ってきてドアを、だから先頭車両の一番角っこに俺はいて、ドアをこうね横に開くドアをの、そう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 、いや横に開くドアのって左右当たり前でしょ、うん、電車のドアでしょそりゃそうやね、トイレじゃないんだからで、それであの遠い面にいたってことね、そうそう、遠い面にいたわけです。あ、じゃあお前に、じゃあお前とお姉さんが風神と雷神みたいな、そう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 、うーっと、あーっと口
閉じてるやつと閉じてないやつでいて、そうあうんで、したらあのね口上げてる方におじさんがうんって来たわけですよ。ビヨンビヨンビヨンって、でこれは大変だと思って俺はあの俺だから風神側が譲ってあげたの、ちょっとこっち逃げた方がいいみたいな感じで、お姉さんの場所ってこと、そうそうそう、お姉さんに角に逃げるようにこう譲ってあげるようなね、あの何も言わずによ、こうちょっとアイコンタクトでジェスチャーで、あ、こうってしたら、あのそのお姉さん、あのスリンキーおじさんにまずつってこう睨んで、もう威嚇したわけ。こうやってね、もう来た瞬間に、で譲って余計な動きをした俺にも、つって同じ。同じスタッフと同じだ。お姉さんの中では同列おじさん、お前頭おかしい二人だな。だってさ、だってさ、あれだよ、あっちからさシャン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 ってきて、こっちはスンって謎のフォーメーションで、謎のフォーメーションでチームで方位方位みたいな、そうそうっつって2対1みたいな。で結果スリンキおじさんと綺麗なお姉さん入れ替わりで降りてっちゃったの。お姉さん疲労で降りてったの、うん、で俺とスリンキーおじさんが風神と雷神になった結果なんだろう、俺が次の駅まで、あ俺はこうもう変わらずこうだけしょんぼりしててさ、やっぱあんなね下打ちされた、下打ちされた、あいつはこうずっとかやってた。で何お前は向かいにいたの、そうスリンキーおじさんとこう来るってことね、一駅一緒にしたあのスリンキーがお前に向かって向かってこうポンポンポンで 4DX で、俺はこう寂しい顔して、ね、そうそう携帯いじってあって話です何それ、これは OK ですか、これはまあアウトなんだけど、うん、いや面白かったよ、よかった、メール送ったかいあった、あった、よかった、うん、面白かった、面白かった、何それ、ありがとうございました、何それ、じゃあじゃあな、帰る、帰るんだ、うん、いいよ、うん、じゃあありがとうね、じゃあね、うん、あ、マジバシ、あの、差し上げます、やったということでジャパニーミスターご覧の皆さん、じゃないや、ありがとう、バイバイ、間違えた、間違えた、ということチャンネル登録、忘れない、チャンネル登録お願いします、マジグダのメールも待ってるよ、待ってるぜね、スリンキーおじさんもね、スリンキーおじさん、はい、俺じゃねえよ、メールが採用になった方にはマジバシ差し上げます、マジバシ送るんでね、待ってますよ、ます、ね、チャンネル登録とコメントもお願いしますね、じゃあ、じゃあね、じゃあね、パキッ、肘がパキ、肘が、肘がパキついてる、キャシャリー2017年6月11日単独イベントジャパニフェスタ開催、チケット詳細はジャパニビスタ公式ウェブサイトから、たどり着くためにもっと歩け旅路その先まで